イルボンダイソエワソヨ。この間のデイキャンプで、うん、もうデイキャンプブームが来たもんでデイキャンプグッズはそれですね、きっと。あ、よし、取る。まだ私が気になったのがあって、お湯に放り込んどくだけでご飯が炊ける。これ、これを一回試してみたい。もう売っとるよ。すごいな。でももう100均じゃない、ここは、うんうん、楽しい。何？値下げとかあるん？え、やば。え、いらんけどな、いらんけど、すごいやん。でも何でもあるな。何でもある。パン焼くためだけにこれ買うの？そう、ミルしてフィルターもできるってことね。1000円でそれ買えるんやったら。カップもついとるんや。いいな。うん、500円。うん、安いな。抜くたいまま置いとける。抜くたいって、あったかいまま置いとける感じ来るためにこんなんもあるんやって思う。うんうんうん、100均って。こういうのもあるといいよね、デイキャンプするのに。うん、着火剤、天然素材、これ知っとる？焚き火に放り込むとカラフルな火になるっていう、すごく無駄な粉です。くっせー、用段ボールある。結構ハードル高いから、ちょっとチャレンジするのにいいかも。テントだね、すごいちっちゃいよ。虫も入り放題やし、うん、被災した時に洗濯機になる、うん、中に水と洗濯物入れて閉じて、うん、バシャバシャバシャ。おいくらな？これは500円。結構安いやん、うん、これはインスタントコンロです。アミコンロ、スタンド、着火剤、炭、全部セットでな。これで焼肉ができる。330円。人工芝まで売ってんねん。うん、携帯トイレ、旅行グッズや。自分的にはこれ超おすすめ。このハンガーどうなんやろな。でもちゃんとしたところのやつの方がいいんじゃないの？説明して。これ運転免許を取って1年未満の人が貼るシールで、これはお年寄りが貼るシールなので、ちょっとプライド高いお年寄りさんとかは貼ってないです説明がダメやった？安心やね。傘さ、そのままぶら下げとったら、もしかしたらさ、タイヤに巻き込まれるかもしれんから、うんうん、ビリビリうんちいらん撮影ボックス。なんか使えそうで使えやんものがいっぱいあるよな。あふれかえっとんね、もの。3日ぐらい前にさ、このカバンごとなくてさ、うんうん、あ、そういえばないって言って、私の居場所を iPhone で探せるようになったんだけど、うん、このうちにあるんやけどって言うんやん。ほんで電話鳴らしてもならんくって、うん、って言って、もう行った場所全部探してもないわけ、うん、その前に洗濯機回したもんで、ゴノ君が洗濯機の中ちゃうのって言うんやん。はぁって言って、そんなわけないやんって言って、途中で開けた。もうすでにすすぎまで行っとったんやけど、開けたらこの紐が見えとるわけこうやって、でこれをこう手繰り寄せたら電源入ったからよかった。あ、よかった。危なかった。여기는은행입니다은행카드해지를위해방문했는데요직원이최소한으로만있어서지점내원격화상업무기기로해지수속을밟고있습니다실제로마주앉은것도아닌데비밀번호누를때는고개를돌리고있습니다全国からそこにつながるんですか？そうなんです。わかりました。ありがとうございます。화면너머로서로깍듯이인사하는저과정은저는신기할따름입니다앞에있는저차뭐야일본말로는바큐무카雲の形が矢印。インスタグラム선전활동으로응모하여당첨된케이크를수령하러왔어요。바무쿠엔이라고하는독일식원형케이크인데요일본에서는상당히대중적인케이크의한종류입니다케이크를받아들고사진찍어올리면활동끝활동자체는매우간단하죠
여기는국도에위치한휴게소입니다일본의국도휴게소를미치노에키라고하는데요독특하게도이자리에작은벼룩시장이열리고있더라고요뭔거래怖いな面白い お金かなんかじゃないほらコレクション久しぶりにこういうの見たな問題これは何でしょう虫を入れるものです何の虫でしょうカブトムシ違うあホタルおお当たった、うん、ホタルホタルいや安くしてかわいいな懐かしいえいくらで100円え100円めっちゃ安くないこれ100円で買えるもんじゃないと思うめっちゃかわいいそれ古いもん、うん、いや出なそろばんと電卓がついとん100円です珍しい安いな100円あの들어가보자미치노에키내부에는식당과그지역토산품코너가있습니다계란15개에300원이요저렴하지않아얍스390원내용물이충실한도시락을약5000원정도에살수있네요餃子入りのパン初めて見た300円만두핫도그 500円パワー栗きんとんを作りますはい이곳도선전활동으로당첨되어방문한식당입니다彼ユーチューバーなんですよ韓国人のうちらの日常を時々アップしてるんですけどそこにもちょっとアップさせていただいてほぼ韓国人しか見てないので韓国からはちょっとなかなか来ないかなとは思いますけどで顔映っちゃってもいいですやったまだまだ出てきますやってすごくないもうすでにすごいすでにボリュームすごいめっちゃ美味しそうこれで説明をさせてもらいます、はいはい、サーモンで、タイ、赤身、中トロ、大トロで、生タコ、シラス、カニミ、ウナギになります、めっちゃ凝ってますねありがとう비에현은현자체에인플루언서가많이없어서인지아직까지는응모할때마다높은확률로당첨되는편입니다もううちはもう一人なんですこれ逆に注文入ったらしんどくないですかだから予約のみなんですですよね、はい、すごい、はい、美味しいですめちゃくちゃ美味しいですありがとうございます同じ人間やのにこんな作れるものが違うかな卵もめちゃくちゃ なんかこだわり強すぎる人なんやろうなって思ったもうスイーツも作られてるんですよねはいっぱいなるなりました大満足並んだりもしますかいや並ばさないもう断る11時半に来てもうちは2時で閉店あったら2時まではゆっくりやってくださいっていうスタイルなんで今日食べたメニューってね金額いくら750円ありえなくないですか単純に人を雇ってないから喧嘩率マックスまでできるよく出さないんですねすごすぎる優しい100人入るクラスの飲食店を5店舗とで焼肉屋やって6店舗があって40何個ぐらいでもうええかなと思ってで弟子たちも10人ぐらいはもうお店出しちゃったから、まあ、もう10人独立させたらやめようと思ってたからでまた初心に戻って一から感激しました
ありがとうございました。ありがとう。처가댁에 안 쓰고 방치되어 있던 전자기기 등을 들고 중고상점에 왔습니다. 처분하러 온 거예요. 일본은 꼭 도시가 아니더라도 전국에 이러한 중고상점이 흔하게 있어요. 중고 품목 중에는 다양한 명품 브랜드도 있는데요. 루이땡땡 정품 열쇠지갑 장지갑이 3에서 5만원부터 시작하네요. 명품 선글라스 값도 생각보다 합리적입니다. 고가의 인형부터 필요 없어진 장식품, 골동품도 여기서 다 취급해줘서 더는 물건을 집에 두고 싶지 않은 순간이 오면 처분하기가 상당히 수월하죠. 대신 감정가가 처참한데요. 그건 나중에 보시면 알 겁니다. 가방은 가방별로 쭉 늘어서 있고 낚시용품, 바다 스포츠용품, 한철에만 필요한 겨울 스포츠 용품도 있네요. 여기 중고 상점에 취미와 관련된 전자 제품은 다 있는 것 같아. 추억의 CD 플레이어 10,000원 정도네요. MD는 9,000원. 벼룩 시장에서는 한 3,000원에 파는 것도 봤는데. 와, 이 게임기 본체를 3,000원이면 삽니다. 옛날에 이거 있었는데. 플레이스테이션 5,000원. 참, 이 세월 지난 전자기기라는 게 이렇게 되는 게 숙명입니다. 피할 수 없는 숙명이죠. 삼각대 5,000원. 와, 이거 가볍고 좋다. 싼데? 이것도 5,000원. 와, 중고로 잘 건지면은 쓸만한 게 분명히 있을 겁니다. 모니터 5,000원. 전원 들어온다고 써있네요. 여기서 전자제품 사기 전에 작동하는지 안 하는지 확인을 할 수 있는 코너가 있네요. 저의 시선이 오래 머무는 악기도 다양합니다. 내부를 구경하는 동안 오늘 가져온 물건 감정이 끝났습니다. 일단 오래된 열선이 달린 제품은 가격이 붙지 않아서 무료로 처분을 선택했고요. 장모님께서 더는 안 입는다는 오리털 자켓과 다른 불용품의 매입 가격은 자, 저희 오늘 70엔 약 650원 정도 벌었습니다. 고3 조카 료스케가 사고 싶은 물건 때문에 며칠 동안 고민하는 것 같더라고요. 필요한 게 있어도 부모 손 벌리지 않고 알바나 용돈 모아 사는 녀석이기 때문에 이번에는 삼촌인 제가 슬쩍 사주기로 합니다. 필요한 거 찾아서 결제 버튼 누르라고 하니 결제하고는 아이처럼 기뻐하더라고요. 내년에 대학 가면 사용할 컴퓨터 모니터를 산 건데요. 삼촌이 신품을 사주는 게 부담스러웠던지 신품 같은 중고를 골랐더라고요. 속이 깊은 녀석이죠. 思ったよりでかいな. 응, 가져온 거. 저도 그냥 가져온 거. 이양. 아니야도. 오늘 갖다 놨다. 됐다야. 자랑은 아닌데요. 저 모니터 앞에 있는 노트북 또 제가 요스케에게 준 겁니다. 이분님은 겁나 어디 사가 왔다라 요 같다.